エクアドル、エクアドル共和国、エクアドル挙、ウアー国、通称エクアドルは、南アメリカ西部に位置する共和制国家。北にコロンビア、東と南にペルーと国境を接し、西は太平洋に面する。本土から西に1000キロメートルほど離れたところに、ガラパゴス諸島、スペイン語ではコロン諸島を領有する。首都はキト。最大の都市はクアヤキル。なお、 国名のエクアドルはスペイン語で赤道を意味する。正式名称はスペイン語で、通称公式の英語表記は、通称日本語の表記はエクアドル共和国、通称エクアドル。漢字表記はヤクーリサワ。国名はこの国を通る赤道、スペイン語で、に由来する。植民地時代には、現在のエクアドルの領域はペルー副王領の一部であり、 独立戦争中に、シモンボリーバルの采配によって、コロンビア共和国、コロンビアに併合された後は、南部地区と呼ばれていた。1830年に、コロンビア共和国から分離独立する際に、北共和国と名乗ることは、他の諸都市の反発を招くことが予想されたため、北直下を通る赤道から名前を取り、エクアドルという名前で諸地域の妥協がなされた。 現在のエクアドル共和国に相当する地域には、紀元前1万年頃の人類の生存が確認されており、その後様々な古代文明が栄えた。紀元700年から16世紀半ばまでを統合期と呼び、身分制、主張制を基盤とし、祭祀センターを備えた社会構造が存在したことが明らかになっている。このような諸文化は最終的に、 15世紀半ばに、クスコを拠点に急速に拡大していたタワンティンスーユー、インカ、帝国の皇帝トゥパクインカユパンキの遠征によって征服され、キトはクスコに次ぐ帝国第二の都市として栄えた。1527年に皇帝ワイナカパックがスペイン人によってパナマからもたらされたヨーロッパの薬病で病死すると、キトで育った皇帝アタワルパは、 好位継承権などをめぐって、クスコのワスカルと、1529年1532年を戦い、勝利したが、疲弊した帝国に間もなく上陸する、スペイン人との戦いを余儀なくされた。1531年に、スペイン出身のコンキスタドールの一軍を率いて、インカ帝国に上陸したフランシスコ・ピサロは、優れた牡蠣や馬を用いて、インカ人との戦いを有利に進め、 1532年にアタワルパを捕虜にし、1533年にタワンティンスイユを滅ぼした。スペイン人による征服後、現在のエクアドルに相当する地域はペルー副王領に編入され、リマの統治を受けることになった。1563年にはキトにアウディエンシアが設置された。1717 17年にサンタフェデボゴタを中心に、 ヌエバ・グラナダ副王領が設立されると、エクアドルはこの副王領に組み込まれたが、1722年には再びペルー副王領に組み込まれた。制服と植民地化による薬病や、満た性による国志により、インディオ人口は植民地時代に大きく減少し、労働力を補填するために、アフリカから黒人奴隷が連行された。その一方で、スペイン系のクリオジョが、 社会の過酷支配層となり、メスティーソ、根結者や、故郷の土地を離れて流浪する、インディオなどの境界的な階層も出現するようになった。また、住人のカトリック化も進んだ。1789年に勃発したフランス革命以降のヨーロッパでの政変、そして1808年にフランス皇帝ナポレオン一世が、 兄のジョゼフ・ボナッパルトをスペインを補正一斉として即位させると、それに反発する住民放棄を契機にスペイン独立戦争が勃発した。インディアス植民地は起用への忠誠を拒否した。1809年8月10日に、基都の革命評議会により、イスパのアメリカ発の自治運動が勃発した。この自治運動は、ペルー復王の差し向けた、 王統派軍により鎮圧されたものの、同様の運動がすぐに、ラパス、カラカス、ブエノスアイレス、サンティアゴデチレ、サンタフェデボモタなど、大陸的な規模で勃発した。1810年代から、コロンビア共和国とリオデラプラタ連合州、現在のアルゼンチンが主体となって、南米大陸各地の解放が進む中で、 北のベネスエラからシモン・ボリーバルとアントニオ・ホデスクレが南のリオデラ・プラタ連合州からホセデサンイコール・マルティンの率いる解放軍がエクアドルに迫ると各都市は再び独立を宣言し1822年のでスクレ将軍がスペイン軍を破ると最終的に現在のエクアドルとなっている諸地域の解放が確定したこうして解放された 現在のエクアドルに相当する地域は、シモンボリーバルの災配により、南部地区、D ストリートデルスールとして、コロンビアの一部に組み込まれたが、コロンビア内での内乱や混乱により、ベネスエラが独立を宣言すると、南部地区も独立を拡作し、1830年5月13日に、コロンビアからの独立を宣言した。しかし、初代大統領になる予定だったスクレゲンスは、暗殺され、 同年8月10日にが、初代大統領に就任した。ラテンアメリカ統合の夢に敗れた解放者、シモンボリーバルは、自らの言った政治的な行為が、無意に終わったことを噛み締め、痛恨のうちに死去した。独立後しばらくは、ヌエバ・グラナダ共和国との戦争や、保守派と自由派との間でのエクアドル内戦、など混乱が続いたが、1861年に、 ガブリエル・ガルシア・モレノが政権を掌握すると、モレノは以降15年にわたる独裁政治を行った。モレノ時代にはカトリック教会を軸にした保守政治が進み、エクアドル共和国がイエズスの精神に捧げられるなどの事件があったが、この時期に学校、軍隊、鉄道が整備された。また、インディオ共有地の保護などがなされた。 1875年にモレノは暗殺された。この頃からエクアドルはカカオを中心としたプランテーション経済により世界経済に従属的な立場で組み込まれていったが、このことがコスタでのプランテーションの発達は自由主義を求める、アヤキルの資本家層の権力の拡大をもたらした。モレノの暗殺後、保守派と自由派による争いが続いたが、 自由主義者のが1895年に権力を掌握し大統領に就任すると以降自由主義的な政治が行われ国家の世俗化が進んだ。アルファロは1912年に暗殺されたが1925年までこの自由主義体制は継続した。1925年にシエラの勢力がクーデターを起こすと政治的な権力の重心がグアヤキルからキトに 移動した。しかし、政治の混乱は続き、さらに1929年の世界恐慌により、エクアドル経済が大打撃を受けると、大衆がエクアドル政治に出現してきた。1933年に、ポプリスモ政策に訴えたホセ・マリアベ・ラス・コイバラが、労働者からの圧倒的な支持を得て大統領に就任した。 ベラスコイバラは1935年に失脚したが、その後40年間にわたり、エクアドル政治に大きな足跡を残すことになる。1941年に、ペルー軍がアマゾン地域を侵略し、が勃発した。エクアドル軍はこの戦役に敗れ、アマゾン地域の20万から25万キロメートルの領土で失うことになった。この戦争はこの後50年間に及び、 エクアドルペルーの両国関係を規定し、さらにはエクアドル人に国民的なアマゾンへの教習をもたらすことになった。第二次世界大戦後、バナナブームにより一時的に経済的な発展が見られたものの、1960年頃から政治的に不安定な情勢が続き、ベラスコイバラや軍人が大統領になる時期が続いた。また、この頃から、 失われたアマゾンへの強襲により、エクアドルはアマゾン国家であるとする言説が見られるようになった。この状況を打破するために、将軍が決起し、軍事評議会による革命的国民主義政権が樹立された。ロドリゲス将軍は、外国資本、特に開発が進められていたアマゾン地域の石油の国有化を通して、エクドル経済の自律的発展や農地改革を行い、 キューバや東側諸国との友好関係を築き、1973年には石油輸出国機構、オペックに加盟するなど自主外交が行われたが、こうした政策により自らの政治的な立場が危うくなる、加藤支配層と結んだ軍保守派が1976年にクーデターを起こすと、ロドリゲス将軍は失脚した。新たに政権を握った海軍中将は保守化し、 外資導入が再び進められた。また、1978年に新憲法草案が国民投票によって承認された。1979年に、キリスト教民主主義の人民勢力結集党からが当選し、軍事政権から民政移管したが、エクアドルの民主政治は、善と多難だった。1981年、 1984年の大統領選挙ではが、当選した。フェブレスは、新米政権を推進した。1987年には、大地震によって、多数の犠牲者を出し、また、石油パイプラインも破壊された。1992年にが、大統領に就任した。バジェンは1995年に、アマゾンの軽装地、石油埋蔵地をめぐって、 ペリューのアルベルト・フジモリ政権とを行ったが敗北した。また、1993年にはロドリゲス将軍の時代に加盟した石油輸出国機構、オペックから脱退した。1996年にはデワノン系のが大統領に就任した。しかし、エクアドルにおける初のアラブ系大統領は機構を繰り返したために失脚し、1998年に同じく レバノン系のが大統領に就任した。マワは10月26日にブラジリア議定書でアマゾン地域を放棄することを認め、1942年以来続いたペルーとのアマゾン地域をめぐる国境紛争はエクアドルの敗北という形で幕を閉じた。1998から99年銀行危機、財政再建策をめぐり国際通貨基金との間で、 融資交渉が進んでいなかったこともあり、エクアドルは外貨資金を調達できないまま、1999年9月、ブレーディ債をデフォルト、世界書、さらにこの後ユーロ債や他の種類のブレーディ債もデフォルトした。債権を保有していた外国の機関投資家で、貸し倒れの特に大きい8機関が政府に対する顧問団を設立し、外貨準備と再生計画について、 説明を受けた。2000年1月5日、マワは非常事態宣言を行い、1月9日にそれまでの通貨だったスクレから US ドルに通貨を変更するドル化政策発表した。7月に政府はデフォルトした債券を単一の国債債に交換するという提案を公表した。同年9月にマワは失脚し、が大統領に就任した。政治は安定せず、 2003年には、軍と先住民組織の支持により、が大統領に就任したが、2005年に失脚した。2006年11月の大統領選挙で、ポプリスモ的な政策に訴えたラファエル・コレアが、国民から圧倒的な支持を得て勝利し、2007年に大統領に就任した。コレアは反米を旗印に、自主外交を進め、 ベネズエラのチャベス政権をはじめとする世界の反米政権との友好的関係の構築や石油出国機構、オペックへの再加盟などに尽力した。2008年3月3日、コロンビアのウリーベ新米政権が3月1日に、コロンビア革命軍、ファーク、反政府武装組織政党作戦をエクアドル領内で行ったことに反発し、コロンビアに対し両国の外交関係を断絶する。 ことを通告し、公式発表したアンデス危機。2008年9月28日には、大統領の連続再選容認や、経済格差是正を柱とした憲法改正案が賛成多数で承認され、交付された。2009年4月26日には、大統領選挙及び議会選挙を含む総選挙が行われ、コレア大統領が、 得票率50%以上を得て圧勝し、再選された。新憲法は、社会的な変革や、両性の平等、複数民族性などを取り入れている。また、米国の同盟国でなく、自主的な立場を明確にして、ワシントンコンセンサスや、新自由主義政策と決別することに、止まらず、南米の統合で、主導的な役割を果たし、エクアドルの人に、 南米諸国連合の本部を建設した。2017年2月19日、1回目投票、同年4月2日、2回目投票の大統領選挙で当選したレニン・モレーノが、同年5月25日に大統領に就任した。大統領を原始とする共和制国家であり、行政権は大統領に属し、大統領の任期は4年、今まで再選は禁止されていたが2008年の、 憲法改正で再選が可能となった。現行憲法は2008年憲法である。立法権は一員制の議会に属し、任期は4年、定数は137議席である。司法権は最高裁判所に属する。徴兵制が敷かれており、エクアドル軍は兵員約5万人を有している。エクアドル軍は、エクアドル陸軍、エクアドル海軍、 エクアドル空軍の三軍からなる。過去にペルーとの紛争でアマゾン流域の領土を併合されたことや強権的な弾圧を行った軍事政権が少ないこと、主要な政治改革が主にクーデターによって政権を握った軍部の革新派傷校によ進められたことから国民の軍への信頼は強い。コロンビアとの国境付近はコロンビア革命軍ファークの活動地域であり、 危険である。また、エクアドル政府は2005年のグティエレス政権時代から、ファークに被害を与えていたが、このことが2008年のコレア政権下で、再び発覚し、コロンビアとの外交問題になった。太平洋岸の港湾都市マンタには、アメリカ空軍の基地、マンタ空軍基地が存在し、コロンビアへの枯葉剤散布作戦などを行っていたが2009年9月、 賃貸期限が切れ、政府も更新を認めなかったことから撤退した。1942年のでアマゾン流域の広大な領土を併合されて以来、エクアドルペルー間には向上的な緊張状態が続いていたが、1998年に和平合意が結ばれてからは、エクアドルがアマゾンの領有権主張を諦める形で両国の友好関係が再開した。 一方、コロンビアとの関係は、が開始されてから、コロンビア人の難民や、反政府武装組織が国境を越えて流入し、エクアドルコロンビア間の外交問題になっている。この問題は近年アンデス危機に発達している。アメリカ合衆国との関係も大きく、2004年には2国間、自由貿易協定、FTA の成立を目指していたが、 これは2006年のコレア政権の成立によって阻止された。また、1999年のパナマ運河返還に伴ってパナマの米軍基地が太平洋岸の港湾都市マンタに移動し、マンタ空軍基地から出撃するアメリカ空軍がコロンビアへの枯れ葉剤散布作戦などを行っていた。現在も多くのエクアドル人がアメリカ合衆国に出稼ぎに行っている。 EU との関係も重要であり、スペイン、イタリアに多くのエクアドル人が出稼ぎに出ている。2008年のデフォルトから接近した中華、人民共和国は、コレア政権時代にエクアドル最大の再建国となり、中国からの融資でエクアドルの財政支出の6割は賄われるようになり、エクアドルの原油は9割が中国に輸出された。また、中国から武器の購入も進め、 中国の援助でエクアドル発の人工衛星であるを打ち上げたほか、エクアドル最大のコカコドシンクレル水力発電や、他の南米諸国のインシデントコマンドシステムのモデルになっている国家緊急事態式管理センター、エ Q911 などを建設している。22の県、プロビンチョ、州と訳されることもあるに分かれる。地方行政は中央集権体制が取られており、 各県知事は大統領が任命する。の右側は県と。主要な都市は、ト、首都、グアヤキルがある。エクアドルは、赤道直下にあり、北にコロンビア、東と南にペルーと国境を接し、西は太平洋に面する。本土から西に1 0 0 0トルほど離れた太平洋上に、ガラパゴス諸島を領有する。本土は標高によって3地域に分かれる。 中央のアンデス山脈が縦断している地域をシエラ太平洋岸の亜熱帯低地をコスタ東部のアマゾン川上流熱帯雨林が広がる地域をオリエンテと呼ぶ国内中央のシエラをアンデス山脈が南北に貫きアンデス山脈は西部の東部のおよび両山脈の間に位置する銃の主要盆地よりなる国内最高峰は オクシデンタル山脈のチンボラ層山6267メートルである。いくつかの火山が現在も活動している。基本的に赤道直下の熱帯だが、シエラは標高が高く、またコスタも寒流である。ペルー海流、フンボルト海流の影響により過ごしやすい気候になっている。2013年のエクアドルの GDP は、 約937億ドルであり、広島県よりやや小さい経済規模である。同年の一人当たりの GDP は5943ドルである。アンデス共同体の加盟国、メルコスールの準加盟国であり、米州ボリバル同盟の加盟国でもある。2000年からエクアドルは、自国の通貨をスクールから、US ドルに切り替えた。エクアドルは、 農業国だが生産が輸出商品作物の栽培に偏っていること、農地の所有制度に問題が残ることから必ずしも国民の生活、福祉を支えるものとはなっていない。農地の地域分布は産地と海岸平野に二分される。降水量が少ないため農業に適さない産地で主食となる米やトウモロコシ、肥沃な海岸平野ではカカオ、コーヒー、砂糖、キビ、 バナナなどの商品作物を栽培する。このため、輸出に占める農産物の割合が5割を超えているにもかかわらず、食料を輸入している。大土地所有制度の弊害は大きい。人口のわずか1%を占めるに過ぎない所有者が、農地の4割を所有し、土地なし農民、一種の農土として働く農民が少なくない。しかし、2007年には革新政権が誕生し、 続く2008年9月に国民投票で承認された新憲法は食料試験を確立するために大土地所有制を禁止した。それを受けて2009年7月に2年以上未使用の土地は政府が接収できるとする政令が発行した。それにより政府は企業や大土地利用者が所有している未使用地を小規模農家に配分し始めた。 2009年12月20日、政府は北西部地域に住む農家約1850世帯に対して合計1万2000ヘクタールの未使用地の所有権を譲り渡した。この土地は大手銀行が所有していたが、1999年に銀行が倒産し後は放置されていたものである。主食となる作物は米138万トン以下2005年。 トウモロコシ、75万トン、バレーショ、42万トン、キャッサバ、12万トンが主力。商品作物では、世界第4位のバナナ、588万トン、世界シェア8.1%、同ナ位ナのカカオ、14万トン、3.6%、コーヒー、10万トン、1.3%。 世界シェアは低いものの砂糖キビの生産量は566万トンに達し、単一の作物としてはバナナに次ぐ。畜産業は馬に集中している。また、エクアドル沖は工業場であり、コスタではエビ、マングローブガニが水揚げ、ガラパゴス沖ではマグロなどが漁獲されている。工業は農業、漁業と並んで、エクアドル経済を支える三本柱の一つである。 埋蔵量が減少しているとはいえ、有機鉱物資源、特に石油は1920年代に開発されて、以来エクアドルの主産業となり、2003年時点で輸出額の39.3%を占める最大品目である。東部のオレラナ州の油田が有力。エクアドル政府は、石油が貴重な外価格特源であると考えており、火力発電を規制し、地形を生かした。 水力発電に投資している。2011年では水力発電が発電量の58%占めており火力発電は34%でしかない。2016年には水力発電の比率を93.5%にすることを目標としている。エクアドルの油田の問題点は主要な油田がアンデス山脈の東側に位置しながら輸出のためには 山脈の西側の港湾まで輸送しなければならないことである。輸送にはパイプラインを用いているが、地震国でもあるため、一旦損傷が起こると輸出が停止してしまう。有機鉱物資源の品目では、石油2046万トン2002年に偏っており、天然ガス68000兆ジュールが次ぐ。石炭は採掘されていない。金属鉱物資源の種類は多く。 亜鉛、100トン、金、11トン、銀、2トン、銅、100トン、鉛、200トンのほか、鈴やビスマスも確認されている。ただし、工業として成立しているとは言い難い。その他の鉱物資源としては塩、9万トンがある。木とクエンカの歴史的な街並みやアマゾンでのエコツアーが、 多くの観光客を引きつけているが、エクアドルの観光地として特筆されるのは、やはり、多様な生態系で知られる、ガラパゴス諸島である。また、リタイア後に移住したい国ランキング世界一位であり、理由として、過ごしやすい気候、高度で安い医療費、物価の安さが挙げられ、リタイアメントビザでの北米からの移住者が約4000人にいる。首都基と2メトロ、バスと鉄道が通る。 同国最大の都市であるグアヤキルにもバスがある。ドゥランに鉄道駅がある。エクアドルは非常に多様性に富んだ国である。2007年の時点では国内で最も多い民族集団は国民の67%を占めるメスティーソであり、2番目に多いのは22%を占めるインディアヘナとなり、白人が12%をムラートやサンボを含んだ。 アフリカ系エクアドル人が8%を占める。また、特に、イタリア、スペイン、アメリカ合衆国、カナダ、日本には出稼ぎエクアドル人のコミュニティがあり、2007年の時点で、約250万人のエクアドル人が海外で暮らしていると推測されている。国民の多くは、コスタやシエラに住み、オリエンテには、国民の3から5%ほどしか居住していない。 エクアドルの移民の出身地としては、スペイン、フランス、ドイツ、レバノン、レバノン系エクアドル人、イタリアなどが挙げられる。1950年の調査で約327万人となり、1970年のセンサスでは888万4768人、1983年年王水系では約1168万人になった。 公用語はスペイン語のみであるが、インディヘナにより、ケチュア語が話され、特に、ケチュア語は、統一ケチュア語が制定されて、学校教育でも教えられている。また、オリエンテのアマゾン定地に住む先住民によって、多様な言語が使用されている。カトリック教徒が国民の80%であるが、近年、先住民社会を中心に、プロテスタントの数が増加しつつあり、 社会問題になっている。他には、ユダヤ教やイスラーム教を信仰する者が少数、存在する。ユダヤ人にはセファルディムが多い。5歳から14歳までを対象に、1年間の修学前教育、6年間の初等教育、3年間の前期中等教育からなる10年間の義務、教育制度が敷かれる。義務教育が終わると、3年間の後期中等教育、 高校があり、高校を卒業すると高等教育、大学への道が開ける。エクアドルの教育水準は決して高いとは言えない。その理由としては、就学率の低さと義務教育機関における留年率と退学率の高さが挙げられる。2001年のセンサスによれば、15歳以上の人口の識字率は91%、男性92.3%、 女性89.7%である。主な高等教育機関としては、1826年、グアヤキル大学、1867年、クエンカ大学、1868年などが挙げられる。1980年代以降、先住民が教育文化省内に異文化間二言語教育局を設置し、スペイン語と先住民言語、主にケチア語、 シュアール語による二言語教育が実施されており、スペイン語と先住民言語の双方を習得した先住民指定の教育に力が注がれている。地形の多様性に伴い、食文化も地域によって異なる。さらに、先住民の食文化と中華料理やスペイン料理、イタリア料理、フランス料理、ファストフードなどの世界各国からの移民や黒人の食文化融合し、 エクアドルの食文化は非常に地方色豊かとなっている。ただし、エクアドルはケチュア系の人々が多く暮らす国ではあるが、ペルー、ボリビアとは違って、エクアドルではコカ栽培は日合わせであるため、コカ茶は飲めない。コスタでは主に米、バナナ、ユカイも、魚、エビ、貝類などを主食としている。中でも有名なのが、セビッチと言われる、 冷たいエビや貝などのスープであり、ペルーのそれとは、名前が同じだけで、味は異なる。日常的なものの一つには、セコデポロと呼ばれる、鶏肉を米とアボカドのスライスと共に煮込んだ料理がある。その他にもアロスコンポジョやアロスコンマリネーロなど、周辺国と似た料理が食べられている。シエラでは、芋やトウモロコシを主食とし、牛、 豚など海ルクを売ったり食べたりして生活している。海産物は滅多に手に入らない。クイと呼ばれる、天竺ネズミの一種を食べる習慣がある。シエラの料理で代表的なものは、豚肉のフリターだや、洋肉のセコでチーボ、スープのロクロなどの名が挙げられる。オリエンテにもユカイモを軸にした、独自の食文化が存在する。乾燥したトウモロコシを茹で塩で炒めた孫。 牛乳、ネギで炒めた、モテピージョ、トウモロコシを寒冷地で干し豚のラードでいる、トースタット、粗引きトウモロコシを皮に包み蒸した、ウミイタスという料理がある。エクアドルの文学は、先住民の交渉文学に伝統を持ち、スペイン人による征服以後も独自の発展を遂げた。独立前後の作家としては、エウヘニオ・エスペホ、ホセ・ホアキン・オルメド、 フアン・モンタルボなどが有名である。エクアドルにおける小説は、ミゲルリオ・フリオの解放された女、1863によって始まった。ロマン主義の時代にはインディオをテーマにした、クマンダー、1879のフアン・レオンダの名が特に挙げられる。エクアドルの近代小説は、シエラからコスタのプランテーションに向かう人々を描いた、ルイス・マルティネスの海岸へ。 1904が出発点になった。フェルナンド・チャベスの銀と聖堂1927によってエクアドルでもインディヘニズモ文学が始まった。後に国際的に最もよく知られたエクアドルの小説となったホルヘイカサのワシプ語1934では土地を追われ政府軍によって殺戮される悲惨さの極地としてインディオが描かれた。 イカサとは対照的に、ウンベルトマタが死を1937で描いたインディオは政府軍に対しての抵抗は失敗するものの、イカサのインディオ像には欠けていた人間の尊厳を持ち合わせていた。キューバ革命後のラテンアメリカでは魔術的リアリズムが影響力を持ったが、エクアドルもその例外ではなかった。1970年代以降の現代、小説においては、 マルクスと裸の女の間に、1976でフリオ、不利をコルタサルに勝るとまでの反響を得たホルヘエンリケ、アドームや、ベラスコ・マッケンジー、アリシア・ヤネスコシーを、わしは、なぜ飛び去ってしまったのか。1979で、アメリカ留学帰りのインディオエリート知識人の、アイデンティティの葛藤を描いたグスタボ・アルフレド・ハコメ、ゴミと、ハイ、1979? デピカレスクを義族として描いたエリエセル・カルデナスなどが有名である。エクアドルの音楽は、シエラの先住民系音楽、メスティーソー音楽、アフリカ系音楽に3体別される。また、ニューヨーク生まれのサルサや、コロンビア生まれのクンビア、バジェナート、ベネズエラ経由でもたらされたメレンゲなども広く愛好されている。 多くのラテンアメリカ諸国と同様にエクアドルでもサッカーが大変盛んである。1957年にプロリーグが創設された。主なプロクラブとしては、2008年の FIFA クラブワールドカップで準優勝に輝きたキルドジューキとエルナシオナル、CS エメレク、コパレベルタドーレスで2度の準優勝経験があるバルセロナ SC などが挙げられる。サッカー以外のスポーツとしてはテニスや サッカーボールを使った3人制のオリジナルスポーツ、エクアボレーなどが盛んである。エクアドル国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件、自然遺産が2件存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。